せて赤玉にこう当てるというので、とても狙う点が1点しかないような難しいこう種目ですね。真横に伝って走らせるっていうのは、この回転で言えば横回転とかってことですか？そうですね、まあ、斜め上の回転ですね、横というよりも。確かにちょっと上の方斜め疲れてる印象ありますね。そうですね。続いてファイナルセット第2種目、ドローモアザンワンクッションですね。こちらは藤田選手のプレーになります。これファーストプレーですね。これもあの自分のついた手玉をピンの向こう側まで飛ばしてドローショット、引き玉をかけるのがもうとても難しくてですね、かなりショットスピードを上げないとなかなか成功しづらい配置ですね。最初結構強めに疲れてますもんね。そうですね。で、うわー、非常に回転かけるのが難しいんですよね、これも。ああすごいですね。今度は手前の方に行ってしまいましたね。でこれが最後のチャレンジですね、原田選手。すごい、これも難しいですね。そうですね。そしてこちら第3種目、フォローモアザンツリーオアフォークッションズですね。まあ相変わらず絵面だけ見ても難しいところなんですがこちら小林選手ですね、はい、こちらもあの狭い間で同一クッションに2回クッションに入れてですね、フォローショット強烈な回転をかけて2回入れなければいけないんですよ。ここがとても難しくてですね、世界選手権でもあまり成功しない球ですね。あ、相当難易度高いですね。そうですね。こちらが最後のプレーですね、3回目のトライです。惜しいですね。あれもちょっとした違いなんですよね。これは一番最初の要は球が球に当たる時点でもうほぼ結果が定しているようなものですか。そうなんですよ。とてもデリケートですね。そしてこちら第4種目、ドローモアダンスリークッションズ、これも10点。ファイナルになってやっぱりドットは難易度が上がりましたね。そうです ね高いですね、難易度。基本決勝とかになるともう難易度はほぼ10に近いものばかり。そうですね、あの公式の試合ではもう決められてるパターンがあるので全部難しい配置ではないんですけれども、今回は後半にいろいろとこう見せ玉が多く設定してありますね。長い。逆に成功すればものすごい華やかな技であるというのはね。そうですね。言えますね。またこのピンの置いてあるところ難しいところに置いてあるんですよね。すごいですね。こちらがセカンドトライですね、坂井選手。やった。お、素晴らしい。お見事です。これもピンの位置が変わるだけでとても簡単になったりするんですよ。もう真横ですもんね、ピン。そうですね。そうですよね。でもやらしいところですね。そうですね、これ一回前出さないといけないんで。そうなんですね、うん、そして続いて第5種目ですね、マッセモアザンフォークッションズです。なんか数学のグラフのような図になってますけど、これも日本だとあのビッグウェーブっていう名前がついていまして、まあ、大きな波のような、ワンクション目から2クッション目向かう軌跡が大きな波のようにこう見えるのでビッグウェーブっていう名前が日本ではついています。なるほど。うわ、でも今のすごい惜しいこの今藤田選手片足上げて打っていますけれども、はい、こうやって足を上げなくても別にいいんですか？大丈夫です。でも足を上げた方が安定して高さも出るので、ね、海外の選手も皆さん足を置いてやる人が多いですね。完全に面に向かって垂直に打ちつけるような感じで、うん、やった。これもよく回転がかかってましたね。すごい。お見事です、原田選手。坂井プロ来ましたね。来ましたね、はい、うおーい、おお、完璧。完璧じゃないですか今。そうですね、うまく回転がかかってくれましたね。ついた瞬間は分かってんじゃないですか。いやいや、そんなことはない。そんなことはない。そんなことはないんだ。続いて第6種目ですね、フォースフォローモアザンフォークッションズです。これも9点。そうですね、切り押しという種目でまたピンがあんな接近したところにあってですね、しかも今ピン真横なのにピンを2つ、こう2つの球がこう避けていくような動きですね。そうなんですよ。
少しでも狙いがずれてしまうとピンに当たってしまうんですよね。やった。なんかあのピンの発作だと打った瞬間の衝撃で倒れるんじゃないかぐらいの。そうですね。ああいうのが多いんですよね。まあ、暑すぎたんですか。そうですね。暑すぎて、合ってましたね。そう暑すぎたんだやっぱ。これやってみたいけど、やっぱり特別な球が必要ですよね。そうですね。先柔らかくないとやっぱ厳しいな。はい。続いて第7種目、ジャンプフォロー、モアザン3クッションズですね。はい。5点これ。はい、5点なんですよ。5点の割には難しい。全く意味わかんないですね。こちら初めての方ですね。多分左上のあのいわゆる丸バツ出てるんですけれども、はいはい、これは3回トライして、はい、早い方が得点がいいとか、3回目にとあの丸がついた方が得点が低いとか、そういうわけではない。そういうわけではないです。3回のうちに一度成功すれば、あ、同じ得点です。赤玉が動かないようにクリアしてまた戻してきて赤玉に当てるってですね。おお、諦めた。もう当たっちゃいますよねこれね。そうですね、普通は当たってしまうんですけど、おお、ジャンプさせてですね。きた。ジャンプしてしまったではなくジャンプさせてっていうのがもうアーティスティックですよね、うん、もう。で続いてこちら第8種目ドローモアザン3クッションズです。もうなんか言っちゃなんですが、小さい子の落書きのようなレベルの複雑な線なんですけど、これをやってのけるんですもんね。もうこれ最初に練習した頃よく覚えていて、独学だったんですけども、この球何をどうするんだろうって最初思いましたからね。で自分で試行錯誤していって、してでこっちに打った方がもうちょっと回転がみたいな。そうですね、すごいですね。これ得意球なんですよ。あ、これ得意なんですね、はい、もう見事でした。今見事に当たりました。先球飛んでっちゃうことないですか。ありますよ。ですよね、はい、場外するときありますからね。これ先球場外させないのが結構難しいな、これ、うん、強く打ちすぎてですよ、ね、そうですね、で続いて第9種目ですね、ドローモアザン3クッションズです。複雑な描き、こちら小林プロですね、うん、これも全体的なバランスが難しいショットですね。狙い点からつく動点、ショットスピードから全て合わないと成功しにくい種目ですね、うん、あそこでダブルレールにならないといけないんですもんね。そうですね、こうビリヤードにとても詳しい方でもこのアーティスティックビリヤードすごく興味そそられるでしょう ね。 そうですね、このできるからこそそそられるっていうのがありますよね、はい。実際できると思ってこの同じ配置構えてみると大体無理だなと思います。やった、やっぱりそうですよね、もう、なかなか前代未聞の配置ばかりですね。相当厳しい。坂井プロだけですね、成功したら、そしてファイナルセット第1種目マッセモアザン3クッションズです。これも10点。こちら藤田選手ですね、はい。これは日本ですと上り竜って名前がついている種目です、うん、ぐーっとこう伸びていく球がっていうことですよね。 すごい惜しかったですね。こちら小林プロですね。やった、これは綺麗でしたね。すごい、まだ球にも勢い残ってますね、うん、お見事です。1回目の試技でナイスショットですね、うん、1回目で決めるっていうのはなんかこうプレイヤーのメンタル的にもすごく良さそうですよね。リズムにも乗れますし。うわ、あれワンクッション多かったんじゃないですか。そうですね。ねイエーイ、素晴らしい。ギリギリ届きましたね。いいですね、ドヤ顔決まりましたね。でもこのビリヤードのなんかおしゃれなところっていうのはこう決めた時にこうガッツポーズが大きくないというか、このスッスッそうですね、この球も、第1マットで回っててからワンクッション入って、その後ツークション目入るまでの引きのカーブをかけるのがとても難しい種目でですね、これですね、今のも引きのカーブが少し足りないので赤球に向かって転がっていってないんですよね。ここですよね。これです、これもですね、もう少し
あれでも足りないんですね。そうなんですよ。もっとカーブを出さなければいけないんですよね。まあ、これ僕ですけど。3トライ目ですね。これですね。もう少しやっぱり足りないんですよね。甘くないですね、この引き具合は。そうなんですよ。これも成功率の低い配置ですね。強すぎるとやっぱり引きのカーブが出ないですもんそうね。です弱ね。いと引きかかんないですもんそうね。なんですよ。ちょうどいいショートスピードでつくのがとても難しいんですよね。今ちょっとミス級をしましたね。ちょっと音が違いましたね。はい。なかなか3回目まで行っちゃうともうどういうもんですかね、これ。そうですね。本当は3回目で合わせる力っていうのがすごいんですけども、なかなか難しいですね。ちょっと追い込まれた気持ちにもなりますもんね。そうですね。ああ、綺麗すぎる。惜しかったですね。ファイナルステージ第12種目はマッセ・モアザン5クッションズです。1番手は藤田選手。これも複雑な動きですね。そうですね。これは日本だとバタバタのナポレオンハットっていう、まあ、名前がついているんですけれども、バタバタのナポレオンハット。そうですね。バまタバずタも入ってるんですね。そうなんです。今みたいにこう最初で手前でこうバタバタさせて、その後ナポレオンハットっていう、マッセの動きと同じような動きをさせて、こういう動きですよなね。るほど。確かにちょっとひし形っぽい形、ナポレオンハットみたいなそうです感じになりまね。すものね。これもでもすごい距離もある分そうです難しいでね。すね。ショットもかなり強いショットで、なおかつかなり繊細なところをつかないとうまく動かないんですよね。これは完璧でしたね。2回目のトライで成功ですね。で、続いて酒井プロですが。どうでしょおお、回ってる。おお、う。すナごイい。スですね。これ当たると気持ちいいで すそうでね。すね。お届くかな。けい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 け
これは思わず声出ちゃいますもんね。そうですね、これもコンディションにとっても左右されてしまうので、それを読みながらやるのはすごく難しいんですよね。そしてこちら第13種目ですね、ドローモアザン2は3クッションズ。まずは原田選手のトライですね。これも手玉が赤玉に当たらないように、まず赤玉の向こうをクリアして、そこからドローショット、引きの回転をかけていく種目ですね。やった。これも完璧ですうわ、ね。難しいけど一発クリアですね。やっぱりこう、各々の選手、得意な配置というか、そういうのもあるんでしょうね。そうですね、得点が高いやつでも自分が得意としているのは意外と簡単に当てれたりするものなんですよね。今みたいにミスショットが続くとずっと続いてしまうんですよ。もう悪いイメージが残ってしまって。ハマっちゃそううなんとですこよろですよね。ね、それは。昔この球よく練習しましたね。得意な方なんですね、ということは。そうですね、いろんなことを何かやりましたね。20歳ぐらいの頃。2回目の試技です。やった。素晴らしおお、い。本当紙一重のラインですもんね、こちらもね。そして第14種目ですね、マッセ・モアザン3クッションズ。続いては藤田選手から。これが先ほどからお話しているナポレオンハットっていうマッセショットになりますね。バタバタしないそうですナポレオンハッね、トですね。この球の軌跡がちょうどナポレオンの帽子の形に似ているところから、日本ではそういう名前が付けられてますね。お素晴ら見しい。事、一発でクリアするのはやはり気持ちいいですね。とても動きが綺麗な、球の動きがとても綺麗な動きをするので、あそこから一戻番っ有て名くなマッセショットですよね。る。また
なんか素人目にあそこになんでピンを置いてるのと思うんですけど、あそこきっと邪魔なんでしょうそうね、なんですきっよ。と。いいところにまたピンが置いてあるんですよね。あれがないととっても簡単なんですよね。あ、そうなんですそうか。なんです。ピンの向こう側に自分のついた手玉を入れなければいけないっていうのが難しいんですよね。向こう側ですよね。で、ここお、から。すごい。このくーっと曲がるときの加速、気持ちいいですね。いや、大変見ていて楽しい。おお。今のもミス級をしてますね。ちょっと音が良くなかったですよね。いいですね、皆さんの掛け声もね。応援したくなっちゃいますもんね。あー、でも惜しい。そして最後の種目になります。マッセ・モアザン・ワンクッション。こちらもすごい壁ですが、藤田選手からですね。これもなかなか当たらない、なかなか当たらない球ですよ。やった。いや、ナイスおー、ショッすトですごい。ね。これも来た。ああ、惜しい。あれ、横スピンが多かったんですか？そうですね。なるほど。結構いいとこつきますね、私。でも、さすがですよね、やっぱり。これも横ちょっとという横。かですね。あと、この球の傾斜の角度でもかなり動きが違うので。来た。これすごいですああ、ね。惜しい。ああ、惜しい。今のは横の回転が少し足りなかったですね。どこ行った？ああ、それで止まっちゃうんだ。おお、叫んでます。だいぶ盛り上がりますもんね、これ。3やっ回た。目のトライ。うわ、惜しい。ちょっと場が閉まらなかったですね。しかし、ガッツポーズが出ました。最後の種目はクリアならずでしたが、トータル71ポイントを獲得した酒井選手が見事優勝となります。それでは結果をご覧ください。優勝は71ポイントを獲得した酒井選手、得点率は59.17%。2位は47ポイントを獲得、藤田選手、得点率は39.17%でした。3位は同点となりました、45ポイント。こちらを獲得した小林選手、原田選手、両選手です。得点率は37.50%でした。お二人、こちらの予選決勝等を振り返りましていかがでしょうか。全体的にいい内容のプレーが多くて、会場の雰囲気もとても温かな感じで良かったと思います。